見守りは、いすず自動車が行っている商用テレマティクスサービスの名称。旧称は見守りくん。日本における商用テレマティクスサービスの先駆的な存在と言われる。商用車両に搭載した各種センサーから収集した車両の稼働情報をデータ通信によりインターネットを通じてデータセンターと接続することで燃費 CO2NOXPM の排出量。 車両の現在位置情報、ドライバーの運転操作情報をリアルタイムに収集し、解析するクラウドコンピューティングを用いた運行管理システムである。ハードウェアはトランストロン製でデジタルタコグラフとしての機能も備えており、法定3要素のほか、冷凍車の庫内温度管理、運行記録データの ETC 連動、車両故障診断機能と連携した、 ロードサービス救援依頼機能などを備える。見守りを通じて入手した情報を活用し、故障を起こす前に、車両の予防保守、予防整備の計画を立てることで車両の稼働率を高める、プレズムという稼働サポートシステムも提供している。プレズムは、2015年の2代目ギガの発表以降、拡大採用され、2021年現在、フォワードエルフに、 標準装備されている。2004年2月に見守りくんのサービスを開始する。2007年までに約1万2000台が契約しており、燃費の向上や事故の減少が評価された。燃費については、約20%の向上が確認された例も少なくない。KDDI と共同開発し、2007年5月に新バージョンを発売した。 c d m h x w i n に対応した組み込み用、通信モジュールの搭載、車載ユニットを一輪に集約、モノクロの車載ディスプレイ搭載といった改良がされている。2015年、二代目ギガに標準装備したのと同時に、サービス名称を見守りに改める。2017年5月、ヨングルトに対応したフルモデルチェンジを行う。ありがとうございます。